マットアノアイは、アメリカ合衆国のプロレスラー。カリフォルニア州サンフランシスコ出身のサモア系、アメリカ人。ロージーのリングネームで知られる。父は、ワイルド、サモアンズのシカアノアイ。弟は、ロマンデインズことジョアノアイ。いとこに、馬が、力士などがいる。アノアイファミリーの一員であり、父のシカアノアイや叔父のアファアノアイのトレーニングを受け1995年に、デビュー。 当時は、ビッグ・マッティ・スモールズの、リングネームを名乗り、いとこのサミー・ザ・シルクことサムラアナ・アイが結成していた、サモアン・ギャング・スター・パーティーの一員となり、イカップ・リング・ウィズなどで活動した。その後、エディファトゥと、アイランド・ボーイズを結成し、2000年6月には、FMW に来日して、ウー、ハード・コアタック・王座を獲得。2002年、チーム名を、スリー・ミニッツ・ウォーニングに改め、 それぞれのリングネームもエリは、ジャマール、自身は、ロージーと改名して WWE にデビュー。エリック・ビショフのボディーガード役を務めた。2003年、ジャマールの w w e 離脱後にベビーフェイスに転校し、ザ・ハリケーンとタッグを組む。2005年5月のバックラッシュにて、世界タッグ王座を獲得。マネージャーにステイシー・キーブラーを迎え活躍するものの、王座陥落後に、 チームワークは乱れ、ハリケーンがヒールターンしたためチームは解散することとなった。2006年初頭に WWE を解雇される。その後、ジャマールと入れ替わるように全日本プロレスに参戦。ロー &D の一員となるが、後に裏切りブード・マーダーズに加入する。スワマと組んで世界タック王座に挑戦するも敗退。2007年、チャンピオンカーニバルに出場後、 アメリカのダイエット番組に出演するため、全日本プロレスを離脱した。9月には、オビューにスポット参戦し、いとこのアファーのアイジュニアとソンズオブサモアなるタッグチームを結成して活動。2008年、インディアナ州を拠点とするユーフやオハイオ州を拠点と、スルモーなど、アメリカ中西部のインディー団体に参戦。2009年11月24日、ハルク法案が、 オーストラリアにて開催したイベントである、ハルカマニアに、ビッグダディローローのリングネームで参戦。ショーン・モーリー、ピンプ・ファーザーとトリプルスレッドマッチを行い勝利した。2011年4月23日、そうにて、元 WWE 所属のビッグダディ部位とタッグを組んで、デリック・キングド、リュー・ハスキンスと対戦して勝利した。2017年4月18日、新不全により成居。 去年47歳、ありがとうございます。